はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、来ましたね、バウンティ公式ツイッターにて明日の新フェス限の発表、穴抜きが来たと。今回はね、俺でも分かった、いやマジで俺でも分かったんですよね。はい、まず1体目がこちらになってきます。どうぞ。はい、そうですね、こちらチンジャオにね、あっち来るね。そうですね、ドレスローザ編がまだ続くみたいですね。はい、ってことはっすよ、ドレスローザが続くっていうことはメダルが非常に気になってくる。そうですよね、まずこちらの、うん、このドフィアカロー編成っすよね。はい、こちら、このドフィアカロー編成のこれ、もしかしたら後ろにチンジャオロースついてくる可能性があるよね。でまあ感じで、まあルフィとね、まあこの続き合戦をしたまあキャラクターになってくるんですけども、まあキャラクターで言うとなんだろうね、なんかディフェンダーチックな感じもするんだけども、アタッカーでもいいかなっていう感じはしますね。まあ間違いなくないのはゲッターだよね。はい、はい、まあてな感じで、まあ皆さんのね、スタイル、予想ぜひとも皆さんよろしくお願いしますと。うん、いうことで2体目に行きましょう。2体目はこちら。はい、まさかのキャベツ。はい、今回はそうですね、やっぱ野菜ずくめということでですね、はい、キャベンディッシュが、来ることで、いやまさかのね、工場キャラクターからなんとフェス限のキャラクターにレベルアップしてキャベンディッシュ出てくることになったんだよね。やばくねえかマジで。うん、でまあね、このキャベンディッシュで言ったらね、あのワンピースオデッセイでもまあ結構活躍したキャラクターでもあるんですけども、まあ本当にね、まあ未知なるキャラクターでもあるんですが、今回どうなんだろうね。いやゲッターでもいいよね、前回アタッカーとしてね、出てきたキャラクターでもあるので、まあ今回はそうだね、ゲッター、まあディフェンダーはさすがにないかなという風に思ってるので、まあアタッカ ー, あーゲッターなんじゃないかなと、まあ個人的には思っております。まあゲッターできたらね、もし青で来るようであれば、今ねまあクラッカーとかユベルヒーとか使ってる後ろで、結構生きてくる、青ゲッターとかやったらめちゃくちゃいいよね。まあなんでぜひともね、こちらも皆さんの予想よろしくお願いしますと。はい、いう感じになっております。はい、まあてなわけでですね、まあただリーグに行ってるだけの姿、よかったら最後まで見ていってください。
ぶっ壊す。